1998年6月日本を代表するワゴンとして誰もが認めるようになったレガシーは3代目へと進化を果たしたこれまでレガシーはセダンとツーリングワゴンを揃えてフルモデルチェンジしてきたがこの3代目ではツーリングワゴンが先に発表されたセダンは B4 という新しいネーミングを与えられ半年後の12月にデビューしたのである今度のレガシーは2台目に対してさらにホイールベースが2 0ミリ伸ばされ2 6 5 0ミリとなったとはいえ全幅方向の拡大はなく5ナンバー枠はここでも守られた足回りでは リアサスペンションがストラットからマルチリンクに変更され走りの質感が向上している FF モデルが完全に姿を消し全てが 4WD モデルとなったことも注目点だ発売当初設定されたエンジンはワゴンに5つ B4 に2つ2リッターターボは 新たに車流タービンを採用しトルクアップとともに燃費が向上したモデル途中から3リッターの6気筒エンジンも追加されている3代目レガシーでも主役が GTB だったことに変わりはない今回はより走りの性能を高めた GTBE チューンというグレードが人気で 途中から標準の GTB は消滅することとなる一方3代目の「レガシー」ではセダンも独自のキャラクターをアピールした B4 としてスポーツ志向のユーザーにターゲットを絞った戦略は成功しセダンとしては異例のヒットを勝ち取ったエンジンは RSK がー 2リッターターーボ RS が2リッター n a というシンプルな構成だったが途中で2 5リッター n a と3リッター n a の6気筒モデルが追加されている内外装でポルシェデザインとコラボレートしたブリッツェンという限定モデルが作られたことも3代目のトピックだ。 2000年モデルでは B4 のみに作られたが好評だったため翌年にはワゴンボディも設定され2002年には6気筒仕様まで登場している。